アポロ公式ポッドキャスト、パワーポッドキャストの作り方は、コンテンツで世界を元気に、ブルーポイントインフォーマーケティングの提供でお送りします。はい、エコンチャポロです。今日はですね、再生回数15万回突破というテーマでお話ししていきます。ちょっと声の調子が悪いんでね、えー、耳障りが悪いかもしれないんですけど、その点ご了承ください。で、このエピソードに関してはですね、 メインチャンネルとサブチャンネル、両方に同じエピソードをアップしたいと思うので、っていうのは、まあ、どっちかしか聞いてない人もいると思うんです、そうするとね、まあ、一応、両方の人に聞いてほしい、まあ、シェアしたい内容なんで、まあ、同じエピソードをね、上げますから、もう、どっか、どっちかで聞きましたよって人は、あえて聞く必要はないんですけど、で、まあ、この15万回ですね。僕が、このポッドキャストの発信を始めたのが、2020年の6月の終わり頃。なので、だ、え、い、ー、大体約3年と3ヶ月ぐらい。 で、この15万回突破という形になってます。で、過去のデータというか、過去のエピソードをちょっと調べてみたんですけど、一応ですね、まあ、ベンチマークとして上げているのが1万回と10万回なんですね。1万回突破しましたっていうのと、10万回突破しましたっていうエピソードがあったので、これがどれぐらいのペースでそこに到達したのかっていうのをね、えー、お話していきたいと思います。 今回はまあ進捗報告というかね、自分の活動報告みたいな感じになるので、まあ、有益な話はほぼ出てこないと思うんでね、興味ない人はまあ最後まで聞かなくてもいいですけど、特にポッドキャストやってる人ですね、あこんな感じで再生回数が伸びていったんだみたいな感じでこう、まあ、参考に、ね、してもらえればと思うんですけど、最初のこの1万回に到達しましたっていうのが、2021年の3月15日だったんですね。だからまあ発信を始めてから約9ヶ月で、 1> 1万回に到達しているとちなみにこの数値っていうのはあのメインチャンネルアンカーでは配信している方この超ブログ思考の方だけの数値なんでセカンドチャンネルの方の再生回数は含んでないのでメインチャンネルだけで考えてほしいんですけど1万回ですね約9ヶ月発信を始めてから約9ヶ月2021年3月15日に1万回到達とでそこからですね10万回 達成しましたっていうエピソードがあって、これがいつかというとですね、今年2023年の1月13日なんですね、に10万回突破しましたっていうエピソードがアップされてます。なので、この1万回から10万回に到達するまでに、およそ2年ですね、厳密に言うと1年10ヶ月ですけど、で、1万回から10万回に到達していると。そして、15万回ですね、これ今収録しているのが、 9月8日、2023年の9月8日なので、まあ、約8ヶ月ぐらいですかで、まあ、15万回と。だから5万回行くのに8ヶ月かかってるってことですね。でもこれやっぱり最初の1年目と2年目以降の伸び方が全然違うと思うんですよ。だから9ヶ月で1万回だったら、ね、18ヶ月で2万回しか行ってないはずだけど、ね、バーンと行ってるわけじゃないですか。っていうのはやっぱりこの2年目以降が、 すごくね、自分もまあやっててすごく感じてたんですけど、伸び方がすごかったんですね。バーンと一気に伸びたみたいな感じで。で、まあ、2年目、3年目やってきて、ちょっと一部ね、落ち着いたりとか、減ってきたりとかね、伸びが緩やかになったりとかってのがあったんですけど、まあ、おかげさまで順調にですね、まあ、再生回数も増えてきて、まあ、この数値だけが全てじゃないんで、これがやっぱりね、こう、目的化してしまうと本質を見誤るっていうのがあるんで、あんまり必要以上にね、 ここばっかり意識するっていうのは良くないんですけど、まあ、ただやっぱりね、一つのこう指標というか、ベンチマークとして、こういうのもね、えー、自分なりにこう見ておくのも必要かなとは思うんですよね。で、まあ、この15万回達成するにあたって、まあ、何が大きな要因だったのかっていうのは、一つはやっぱりエピソードの数ですね。たくさんエピソードがある方が、やっぱりたくさん再生してもらえるんですよね。100エピソードある人と10エピソードしかない人だったら。 まあ、ポッドキャストっていうのは基本的に、まあ、連続再生でぶっ通して聞いてくれる人がいるんで、エピソード数が多い方が当然再生回数は伸びるわけですね。だからやっぱりこう配信頻度ってのも大事だし、だから本当に月に1本とかしか上げませんみたいな人は、まあ、当然ですけど再生回数はほぼ伸びないみたいな、ね、感じになるわけですね。だからといって全員が全員毎日配信すればいいかっていうと、それは状況によりけりなんで、毎日配信しない方がいい人も当然ね、中にはいるんで、そのあたりは自分との状況を まあ見定めながら決めていくのがいいとは思うんですけど、おそらく今これ収録してる段階でメインチャンネルの方ですね、はまあ900本近いエピソードがあるんで、やっぱりこう新規リスナーの人が見つけてくれたときに、まあそこから連続してね、聞いてくれるみたいなことが起こるんで、またこの伸び方がね、すごいのかなと。だからこの10万回から15万回が8ヶ月でね、到達してるので、ここを比較してほしいんですね。最初の えと発信を始めて2020年の6月から1万回到達するのに9ヶ月かかってるって言いましたね。だけど10万回から15万回到達するのに8ヶ月で到達してるわけです。だから5倍ですよね。単純計算で。5倍の伸びがあるってことです。同じ期間であっても。だからやっぱりやればやるほど、この伸び率っては基本的には伸びていきやすいし。だから今度15万回から20万回っていうの目指すとなると、よりこう短い期間に。 なななるのでではないかなと思うんですね、まあ、この辺りこう自分のプロモーション戦略みたいなものも必要になってくるんでただ発信してるだけじゃなくてそれをどうね広げていくのか多媒体に展開していってねよりこうたくさんの人に聞いてもらうみたいな、まあ、そういう戦略もね考えていかないといけないんですけど、まあ、是非こうポッドキャストやってる人はね特に1年目の人とかっていうのは全然再生が伸びなくてねあなんかつらいなとかね、えー、こんなんやってて意味あるのかなっていう人は2年目以降に伸びるんで。 あのそこでね、諦めずにコツコツと地道に続けていくっていうことをね、まあしてほしいと思うんですよ。で、まあ僕もこの2021年のね、せっかくなんで、聞いてみたんですね。1万回到達しましたみたいなエピソード。やっぱり懐かしいというかね、やっぱ使ってるマイクも違うし、音も違うしね、BGM が入ってるとかね。ほんと初期の頃 BGM、毎月こうね、月に1回 BGM 変えるみたいなことやってたんですけど、BGM が入ってたりとか。 驚いたのが、もうこの時期からジングルが入ってたっていうのがね、ちょっと驚きだったんですけど、ただこう喋りを聞いていて、あんまりこう成長してないかなとかっていうね、のもちょっと感じたりとかあしたんですけど、すごい懐かしいですよね。なんかユーデミーで、なんかオーダーシティの講座とか作ろうと思ってるみたいなこと言って、あ、この時まだ作ってなかったんだみたいな感じですごい懐かしく聞いてたんですけど、まあ本当にここまでね、続けてくるにあだって、あの、 ま当然、何て言うんですか、楽しいというよりは、どちらかというと苦しいということの方が多かったですね。楽しみながら配信できたことは本当に、まあ、数回というかね、そんなたくさんなかったですけど、どちらかというともう無になって発信してるみたいなね、毎日のルーティンだから何も考えずに発信してるみたいな感じだったんですけど、まあ、特にね、やっぱりこう、これだけ配信してくると、ネタが切れるとかね、 ってていうのも当然出てきたんで,で、そういう時にやっぱりこう苦しくなったりとか、めんどくさい、人間ですかめんどくさいって感じるとかね、しんどいって感じるとかっていうのはあったんですけど、まあ、ただやめようとはね、全然思わなかったですけど、まあ、僕も決してね、こう楽してここまでたどり着いたんじゃなくて、一応自分なりにね、こう継続して、まあ、努力してやってきたと。まあ、一応改善も繰り返しながら、いろいろ勉強してね、音質を改善したりとか、まあ、話し方とかね、いろいろ研究してみたりとか。 まあそういうことをやりながらね、少しずつでもこう、インプルーブできればと思って、やってきたんですけど、やっぱりこうね、継続していくってことはすごく大事なんで、僕も順風満帆にこの15万回まで来たわけじゃなくて、当然、中にはね、いろんなまあ葛藤もあるしね、障害にぶち当たったりとかあるし、なんで、みんなそれは一緒ですから、配信者、オッドキャストだけに限らず、他の媒体もそうですけど、最初はすごく孤独に感じたりとかね、 まあなんか周りの人からね、なんかこう、誰も自分の話を聞いてくれないみたいなね、ことを感じたりとかあるかもしれないんですけど、そこでまあ心折れずに継続していくっていうのはすごく大事ですし、やっぱりまあ,ありがたいことにですね、発信してると、やっぱり聞いてくれる人が出てくるんですね、1人、2人、3人と増えてくるわけですよ。で、それがやっぱり何よりも励みというかね、楽しみに待ってくれてる人がいるんだから発信しないといけないっていうね、一つの義務感じゃないですけど。 まあそういうふうにね、感じていくことも大事じゃないかなと。自分の都合だけで今日めんどくさいから配信するのやめたではなくて、やっぱりそういうふうにね、待ってくれてる人がいるんだったら、仮に人数が少なくてもとりあえず配信するみたいな。まあそういうスタンスでやっているとね、まあ少しずつそれがこう、1人、2人、3人と増えていって、蓋を開けてみるとフォロワーの数とか再生回数がすごく伸びてるみたいなことがあるんで、特にポッドキャストっていうのは、まあ、成果がこうね、わ、えー、かりにくいので、 続けられる人が少ないんですね。やってても意味がないみたいな感じで、勝手に自己完結してやめちゃう人が多いので、まあ、ぜひぜひね、まあ、今回の話した内容を参考にしてもらって、15万回だったら誰でもいけますから、やってる足し算なんでね、再生価値は。やればやるほど増えていく、ね、やればやるほど減っていくってことはないですから、ちゃんとやってれば、いつかは、当然ね、この、早い遅いの差はあっても、絶対に誰でも到達できるんですね。 だから、そういうふうに考えてもらって足し算ですから。なんで、えー、ぜひね、こう、心折れることなくね、継続するってことを、まあ、意識してやってみてください。